ね、ここまでいいね。ね。はい。私は佐々木さんに誤解はないですよ。むしろ大好きだ。佐々木さん俺大好きだから。佐々木さんめちゃめちゃ男気じゃん。男気あるし大好きなんですよ。ね。いやいや、まだまだ黙ってるから、ダクさん。まだまだ黙ってるから俺。双方で話がついてることなので、これ以上は控えるように言ってもらえればありがたいです。ね。はい。双方で話がついてることなので、これ以上は控えるように言ってもらえればありがたいです。どの動画にコメントすればよいですか？あ、来たよ。いきなり。ね。どの動画にコメントすればよいですかって言ったら、ね。はい。吉村さんの動画にアンチがワンサが湧いてますよ。吉村さんの動画にアンチがワンサが湧いてますよ。はい、来るよ、こっから。来るよ、こっから、ネチネチが。素早くに、ナックさんナイスナイスダックさん。来るよ、こっから。こんなんで終わんないから、このネチネチは。こんなんで終わんないから。ね。もう全部終わったかと思いきや。ね。ね。双方で言ってもらえればありがたいですよって。もう佐々木さん大好きですよって。ね。ね。もう、ね。終わりましたよと思ったら、ね。ね。吉村さんの動画に、アンチがワンサが湧いてますよ。そう。吉村さんってどなたですかって。ね。9時6分に来て、ね。9時7分に、吉村さんってどなたですかって。どなたですかじゃん。したら、ダメだね、大関さん。吉村さんって言ったら、動画すぐわかるでしょ。もう直接白袋つけましょう。ヤードでも何でも上がりますよ。なんで吉村って知らねえよって。ねえ。ダメだね、大関さん。吉村さんって言ったら動画すぐわかる。てめえの土俵なんだよね、これ。全然知らねえんだよ、吉村なんて、俺も。今でもわかんねえよ。はい。大関さんとこのリスナーもしつこいですよ。もうどっちがいい悪いとか関係なくやり合いますか。大関さん、収めるつもりないっしょ。収めるつもりないっしょ。はい。はい。日本統一来ました。日本統一来ました。大関さんのリスナーもしつこいですよ。もう大関のリスナーはもう俺の子分なんですか。もうどっちもいいとか悪いとか関係なくやり合いますか。大関さん、収めるつもりないっしょ。ね。はい。すいません。勘弁してください。吉村さん、わかりません。本当に、上野さんの言う通りに、皆さんしてますよね、これ、今まで。上野さんの言う通りにしてるだけですよ。それ以外に何もしてないし、追加で何をすればよいか、ご指摘いただければしますよ、上野さん。もう勘弁してくださいよ、と。ね。もう、ね、ドラゴンのマネージャーに喧嘩売るほどね、俺根性座ってないんで、勘弁してもらえますかって。ね。本当に勘弁してもらえないですか。上野さんの言う通りにしてますから、してますよ。私は追加があれば従いますから。ね。もうペコペコですよ、ゼキシン。ペコペコ。佐々木さん怖いから。うん、ペコペコ。はい。ネチネチ上の。はい。11時50分。もう何もしなくていいですよ。別に要求とかはありませんし、自分が追い込むつもりはないですから。ただ、佐々木さんがああやってリスナーに攻撃されるのは納得いきませんねって。だから、なんで俺に言うんだっていう。なんで俺に言うんだ、お前は。なんで君は俺に言うの。でしょ？はい。それはわかるのですが、私は上野さんの言う通りにさせていただきました。ですが、リスナーさんの攻撃云々は、すいません。私が仕掛けてるわけではございません。本当に何でもそちらの言う通りにしますし、勘弁してもらえませんかって。ね。もうペッコペコですよ。ね。これ。もう勘弁してもらえないって。もう全部上野さんの言う通りにしてるよねって。ね。ね。したらねちねち。もう大関さんにリスナーのことをどうこうしろと、どうしろとは言いませんよ。じゃあ言うなよ。絶対言うなよ、お前。絶対言うなよな。絶対言うなよ。何か、ここにこう書いてくれとあれば、何々と申してください。やからに関しての攻撃も、もういたしませんが、過去にね、ね、宅建太郎さんとコラボが、およい、ね、宅建さんの側で出てますが、以前のものになりますので、何卒よろしくお願いしますと。はい、ねしの。ないですよ。大関さんの枠でヤードに上がって文句を言ったらこうなるってことは学習したので、やから枠と変わらんなと思ってるだけです。別にもう何もありません。ミイラ取りがミイラになりましたねって。これ自分のことね。ミイラ取りがミイラになりましたね。多分納得いってないんだろうね。やってることはやからと変わりません。ね。聞いてるとは思いますが、西山さんにも午前中に全てお伝えしてあります。ね。気持ち悪くさせてしまい、気分を悪くさせてしまい、申し訳ございませんでした。気分なんか悪くしてませんよ。
今後佐々木さんの配信を荒らすようなリスナーがいるなら考えますけどね。俺関係ねえじゃんこれ、うん、見て来たよその日。お疲れ様です。やはり板嵐は耐えませんね。さてどうしますか。リスナーは裏でやると言ったからにはお前も裏でやれと言ってきていますし、やはり裏で決着つけますか。何かお考えはありますか、ね、すごくないこれ。ね、板嵐はな、リスナーが、な、リスナーっていうか、な、まあ、俺のリスナーじゃないと思うんだけど、うん、ね。もう関係ねえじゃん、これ。もう関係ねえんだよ、これ。佐々木さんと俺。ね。ね、大関も。何度もお伝えしましたが、やるやきは、やるやきね、佐々木さんとこと、やるやき全くないの。ね。全くやるやき何度もないの。ないの。ないのよ。やり合うとかではないでしょって。そんなことしてもしょうがないでしょって。ね。言ってんの。22時26分。でもさ、ね。22時16分に言ってんのよ。ね。決着つけますかって。ね。ね。でも22時26分にやるやいきとかじゃないです。おかしいでしょ、これ。おかしいでしょ、これ。ね。謝ってるのに、それ以上どうすればよいでしょうか。先ほど、ね、これでね、大関、もう嫌になって、実はもうここで、佐々木さんと電話したんです。もう、ネチのが嫌すぎて、これ。しつこいんで、これ。しつこいんで、もう佐々木さん、これもう勘弁してもらえませんって。勘弁してもらえませんって電話したんですよ。したら、ね、謝っているのに、それ以上どうすればいいんですか？先ほど佐々木さんとお電話でお話しした際、私は謝りましたって。佐々木さんね、全然いいよと、全然気にしてないし、逆にごめんねって言ってたの。佐々木さんが。もう全然いいからって、大関ごめん。逆に俺が、なんかしゃしゃっちゃってごめんねって言ってくれたの。言ってくれたんですよ。したら、ね。ねちねち、何と言ってましたかって。え？お前、佐々木さんの代理で言ってたんじゃないの？お前、佐々木さんの代理で言ってたんじゃないの？ね。22時35分。ね。22時29分。謝ってるのにそれ以上どうすればいいの？と。佐々木さんと電話で話しましたよ。ね。何と言ってました？直接聞いたらどうです？もうイライラしてるの。直接聞いたらどうなんですかって。直接聞けばね。こっちにする？直接聞けば？直接聞いたらってね、もう。直接聞いたらって。ね。なるほど！あなたの腹が見えましたって。何？直接聞いたら早いじゃん。なるほど！あなたの腹が見えましたって。何これ？ね。了解ですと。いや、30分くらいお話しましたよと。謝りましたよ。それ以外何でもないですよ。佐々木さんも全然いいよ、大関君。ごめんねって。また来てよ、なんて。大関君全然いいから、もう全然、上野なんて全然知らないし、ごめんねって。勝手にやってたことでしょって。ごめんごめん。全然知らなかった。言っとく言っとく、みたいな。30分くらいお話しましたよ。ね。そしたら、私は、あなたに聞いてるのに、居直りのような回答が来るとは思いませんでした。佐々木さんから来ますって。勝手に聞けよな。さっさと聞けよ、バカ。ね。スネ夫のやり方って。だって今まで、佐々木さんのマネージャーとして、佐々木さんの代弁してたと思ったら、ね、ね、代弁してたと思ったら、こいつ、勝手にずーっと俺に攻撃したんだよ。佐々木さんの代理で。佐々木さんの代理で、こいつ勝手にやってたの。ね。居直りしてませんよ。もう佐々木さんと上野さんでお話ししててのことだと思っておりましたよって。これ当然そうじゃん。当然そう思うでしょ。うん、居直りなんかしてないじゃん。全然。佐々木さんと上野さんでお話ししてて、ね、上野さんが代理で話したんでしょって。思うじゃん、こんなの。思うでしょ、こんなの。普通に。はい。了解です。それではこちらも正式に謝罪いたします。いきなり謝罪。ね。謝っておいてください。散々言っといて、うちのリスナーのことをクズだとかね、ね、やからと一緒だとか散々言っといて、なっちゃんないっす、ありがとう。謝っておいてくださいって、これある？ね。ね、謝っておけばいいの、俺が。あ、多分そうなんすかね、わかんないですけど。あの、謝っておいてくださいって、それで済むの？貴様たち。前らだよ。みんな言われてんだよ。みんな言われてんだよ。ね。クズだとかね。大関リスナーはね、もうアホなんだよ。大関リスナーアホだよ。謝っとけって。ね。おいてください。ね。念のため、配信していたリスナーさんのコメントに、返信で謝罪を再度いたしました。ね、こいつ、ね、返信で、リスナーのコメントにね、こっちは佐々木さんとお話をしているならもう何もありません。ありがとうございます。ね、ようやく、
もうさっさと佐々木さんと話せばよかったね。ね、こいつ。もうびっくりしちゃって。あ、大関佐々木さんと話したってやべえみたいな。やべえみたいな。やべえみたいになっちゃって。もう何もありませんみたいな。今までもう散々言ったのに。もう、何もありませんみたいな。やばい、バレちゃった。バレちゃった。もういいです。もういいですよ。もういいですよ。バレちゃったからもういいよ。もういいや。すいません。もう、佐々木さんとね、話したんだったらね、もういいですよ、みたいな。いるよね、こういうね、勘違いから上から見せるんです。いるんですよ、AK さんね、失礼ありがとう。手のひら返しが早い。そう。ね。何もありません。ありがとうございました。マンタ、なんかマンタね、長い、もう、中マンタじゃねえ。なんかまた大関さんの人からイチャモンつけられて、配信に口を出すのって言われたんですが、どうしたらいいですか。配信上でなんか文句あっても、もうね、めんどくせえこれ。配信上でなんかあっても文句を言うなって言われるのと同じですが、どう思われますかって。まだいいの。まだだよ。これ、ありがとうございました。終わったんだよ。22時51分終わったのに、23時10分、1時間も経たずに、ね、イチャモンつけられてると。もうめんどくせえよ、これ。もうめんどくさいんだよ、こいつ。本当に。ねえ、なんかまた、大関さんのリスナーがあってね、だから佐々木さんの文句を言ってる。